今回は三間飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。三間飛車、相手は7二金と上がってきました。これは右玉の構えですね。こちらとしてはいろいろな対策がありますが、今回は矢倉囲いにして対応していこうと思います。2、3、4、5、6、7、8、9、美濃囲い。1、1、高美濃囲い。とりあえずこちらとしては矢倉を目指して一直線に組んでいきます。右矢倉。1、2、3。これでお互いの囲いが完成しました。形勢は互角だと思います。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。三三桂に対しては2六歩と突くのが受けの形となります。相手が1三角と上がってきた、この一瞬がチャンスですね。6五歩と突き捨てるのが急所の一手となります。6五歩に対して同歩だったら1五歩の角頭攻め、同銀だったら同銀同歩に3二銀で飛車取りですね。相手は同桂と取ってきましたが、これは9五角と飛び出して7五歩から飛車をさばきに行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。飛車と角がかなり狭いのですが、こちらの攻めはなかなか切れません。右玉の薄さをついていますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これで相手は桂馬が助からないので暴いてくるしかありません。こちらは相手に攻めさせてカウンターを決めたいところです。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6、7、8。桂馬2枚で銀は取られましたが、こちらも桂打ちで銀を取りに行きます。こちらの攻めは細いんですが、矢倉囲いが鉄壁のため攻めが続けば勝ちとなります。相手としては金上がりで取ると5二銀、金寄りで取ると8四角、同銀だったら4五飛車があったので玉で取るしかありませんでした。こちらは5五歩から攻めをつなぎにいきます。1、2、3。飛車が取られてしまいますが、この6五歩が急所の一手ですね。これで攻めは続くと思います。1、2、3、4、1、2、3。ふんどしの桂、遊んでいた桂馬を活用してこれで優勢となりました。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。
桂馬を打って寄せの土台を作っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8。ここまでくれば必勝形ですね。あとは入玉されないように寄せるだけとなります。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、1、2、3。手堅く攻め駒を増やしていきます。これでこちらの攻めは切れることがありません。ビクトリー。今回は三間飛車対右玉の将棋をご紹介しました。中終盤細い攻めをつなげる指し方などご参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。